どれくらい時間増えるんだろう、動ける。あ、ちょっと深いところまで行ける。なるほどね。夜も探索しないとできないこと多そうだよね。あ、いた。気づかんかった。やったー。カエルさん、バイバイ。ラブゲット。しれっといたな。こんにちは。弦楽器のような鶴を共鳴させて気持ちをメロディーに表現している悲しいハープ。曲が聞こえたら泣いているハープ花がきっと近くに。曲がかかってるとこなんだ。じゃあかわいそう。ハープバナ。どうしたらいいんだろうね。悲しい曲か。ちょっと待って、サネ放送。あの、台風が来るからみんな気をつけてねっていう町内放送がかかってた。なるほど、夜か。じゃあ王様のとこ行ってみよっか。多分時間あるから行けると思うんだよね。え、みんな今マイク入ってる？大丈夫だよね、マイク入ってる。王様の家は多分ここかな。ここだ。当たってた。お絵描きに熱中している。でも家に来いって。どうせいいんだろう。こっちから喋ればいいのか。月まで飛んでけプロジェクト、ビッグ花火打ち上げ計画。じゃあもう一個クロワッサン食っとくか。でもネームカードの裏に恋って書いてあったんじゃなかったっけ。オッケー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 。いいよ。月まで飛んでけプロジェクト、月面調査船。
ヘイガ博士に、トロピカルフィールドってどこだよ。わかった。とりあえずこれね。なるほど。お使い頼まれちゃったね。ついでに夜の間に話せそうな人と話したいな。いや、ここはダメだ。ここは歩くの長いから絶対やめた方がいい。時間が大事だからな、このゲーム。夜直し計画。結構真面目な人だね。入って大丈夫？この人の家。あ、曲聴いてる。飲み屋さんでなんか買い物できれば時間延長できるな。開いてる。オレンジジュース。ブラッディワンダでしょ。あー、やっぱり若い頃は綺麗だったんですね。細っ。心残りがあるんだ。パン屋の近くで指輪をなくした。朝だけキラッと光る。なるほどね。よし、帰ろう。いや、これはいいヒントもらいましたね。朝に光る指輪を取りに行こう。なるほどね。時間的にもちょうどいいな。ただいま。いや、もう本当ラブこそ得れなかったけど、収穫はすごいあったな。え、ラブ得てたっけ？あ、そうだ。鳥が鳥取ったんだった俺。お、またちょっと延長してるね。ありがとうね、クッキー。じゃ、今回は下行きます。
ヒントもらいたいな。レインボーロックスの由来。指輪は多分日付またがないダメだと思うの。朝は一番朝にキラッと光るってことは、一日夜も明けたその日だと思うんだよね。だからもう少しレベル上げて次の日までまたげる状況にならなきゃいけないんじゃないかなと予測してる。恥ずかしいわが動いたね。こいつはクイダオーレ。食堂クイダオーレの一人娘、馴染みの客から看板娘と呼ばれていたのを履き違え、今では自分が看板そのものになることを強く望んでいる。じゃあ看板なのかこやつは。でこいつは千匹ミミズ。千匹のミミズが巨大化した。あー結構違いがあるな。ハエ。ストレス発散してる。確かにそれぐらいの大声でビン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 言うてるもんね。ん？やったー！やったー！なるほどね。これでお花屋さん喜ぶぞ。ハープ花ゲット。曲が聞こえると思ったんだよ今。鈴天さんどうも。ムーンというゲームやってます。今ねいろんなモンスターを救い回ってるんだけど、ちょっと救ったとこですね。ほら違うかんな。度胸座ってっからよ、ちっとも恥ずかしくねえぞ。そんじゃな。なんか開けてみるか。なんか恥ずかしいことせんとダメなんだねあの子がね。かわいいトマト、あそこにいるぞ。あ消えちゃう。あれあーなるほど、恥ずかしがっちゃってんだ。いやむずいな、あれどうすればいいんだろう。あそこからハエの音もしたんだよな。ローレンス・ワンダ。おいお前、森は生きてるんだぞ。木が鳴いているぞ。そんな落書きをして、すいません俺書いてないです。末っ子なのか。早お前。なんかラブもらったし、謎ラブもらったし。どうしてあげればいいんだろうね。夜になった。一回戻ろっかな。一応クッキー食べとくか。とりあえずお花屋さん行こうよ。お花屋さん明日多分喜ぶと思うんだよな。
寝ます。すごいな、空間のえげつなさ、すごいな。ガラシャツだったらもうみんなが目を止めるからだったの今な。ニラブか。ニラブゲットしましたね。ムーンめっちゃ面白いな。やっぱそうだね、朝一本当にこの日付が変わるタイミングで、あ、これじゃね、やった、飲み屋の人喜ぶぞこれ。こんにちは。こいつネームカードいつも切れてんな。どうしよっかな。花屋さんはもう開業しましたかね。あ、今来ましたね。おじゃす。え、店になんかいた？ちょっと行くわ、じゃあ。お花屋さん後回しでもいいや。あの、おばちゃんのこと？おじょ、だ、だ、うん。あ、いるわ、ほんとだ。チェーンスモーカーで、色煙に敏感な GHQ 上がりの、どういうこと？モンスターいたわ。ああ、じゃあ毎日クッキー売れば一応37金もらえるんだ。クッキー売っちゃうの？そんな薄情な人間になりたくないな。あ、お姉さんとパン屋さんが一緒の空間にいる。おどだんだ、うん、この二人気があるのかな、どうなんだろう。おじさんにクッキーあげてみよう。食わないのか。どうしよっかな。夜まで暇だな。ハープの調子でも見に行くか。あ、持ってっちゃうの？バイバイハープちゃん。400金ももらった、マジ。そんなくれるん？400ももらっちゃった。
リッチすぎるよ。金持ちだ。パン買っとこっかな。ちょうどパン屋さんが入ってきましたね。準備中ですか？今日日曜日なんかな？今日お休みなのか？なるほど、今日休業日か。太陽の日は日曜日ってことか。クッキー食ってさ、この人の家行こうよ。あの鳥さんの。もういるんかな。いたいたいた。こんにちは。調子ラブが集まらない。もう一回話しとこう。ぼちぼちです。創業3年目、結構長いですね。旅行ぜひ行ってみたいです。事務局前、朝日ともに出発。了解です。え、明日旅行行けるの？ちょ、寝て、じゃあ頑張って行こうよ、明日。旅行。戻ってこれですよ。片道切符じゃないよね。大丈夫それ。片道切符感あるけど。毎回あいつ飛んでるよな。間に合うかな。間に合ってほしい。大丈夫でしょ、さすがに。ギリギリだった。今日はラブをゲットしましたからね。お、やった、ラブレベル5になった。頑張ります。We'll be right back.